はい、こんばんは、こんにちはございます。ブタです。今日マジバトの動画撮ってきてと思います。今日はまずはじめにですね、昨日の、マジバト生配信第5回目をね、見に来てくれた方本当にありがとうございました。いやーもうね、ほとんども暗黒武術家をひたすらやりながら、まあみんなのね、コメント拾いながら雑談してた感じなんですけど、いやもういつもながらね、本当にいっぱい楽しませてもらいまして、本当ね、長い間、付き合ってくれた方は本当にね、ありがとうございました。いや、コメントね、してくれてない方も結構見守ってくれてた方も多いと思うので、いやもう本当嬉しい限りです。またね、機会があれば、また生配信はね、気まぐれでやろうと思ってるので、また遊びに来てくれたらなと、思います。で、まあ、その中でですね、生配信中に、まあ、最後ですね、月曜日の朝、ちょっと暗黒美術界頑張るからっていう発言をしてたんですけど、まあ、有言実行しましてね、ほんと一瞬も朝のうちだけですけど、もうお昼ぐらいまではそうだったかな、一応1位にね、全国1位に、まあ、卑怯な手を使ってですけど、鳴らさせていただきました。で、結構スクショとか撮ってくれた優しい方とかもいて、ブーちゃん1位やんみたいな報告とかもね、してくれた人がいて、本当にありがとうございました。まあ、今となればね、こう7位にいるわけですよ。ラッキーセブンブータオということで。まあ、1位との差もね、まあ、結構まああるんですけど、まあ、まだね、狙える、サラなんで、ちょっとね、もしかしたらまた頑張るかもしんないけど、まあちょっとね、気まぐれで、この暗黒美術界も頑張ろうかなと。いや、ライバルのザキがもう近づいてきてるっていうね。はい。まあそんな感じです、暗黒美術界は。はい。でね、ここでね、でもちょっと一つ気づいたことがあって、1位に、ね、なってみて思ったこと。ちょっと偉そうやな。1位になったって一瞬だけやろって感じなんですけど、先をね、まあ1位っていうか先を行き過ぎると、対戦相手がね、勝利した時にもらえるスコアが、まあ40とか50とか、まあ70、80とかいろいろ種類あると思うんですけど、まあ結構やっぱ70、80の人と戦いたいじゃないですか。でもね、先行き過ぎると、もう全員が全員、総合力高かろうが低かろうが40しかもらえないんですよ。まあそうなるとね、結構 BP ポイントめっちゃ使わないと全然スコア上がんないし、万が一ね、負けた時にスコア60も引かれるんで、まあ結構ね、そこのね、デメリットというか、ネックな部分はありますね。まあ、なので先に行ってて、頑張ってる人のちょっと苦労がちょっとだけ分かったというか、ああ、40なんだと思って、ひたすらね。はい。まあ、結構大変だなと思ってます。今でも、多分どうやろう、対戦相手とかこう見るとね、まあ、はい、そう、40代ばっかですから、44ですよね、一番多くて。はい。まあ、なのでね、ちょっと暗黒美術界先行くのは行くので、ちょっと大変だなっていうことを、思い知らされてる感じなんでございますが、まあ、今日はですね、まあ、そんなコートはどうでもよくて、まあ、どうでもいいっていう言い方は悪いけども、本題はですね、新キャラです、今日は。お知らせにも来ておりました、こちら。みんなね、楽しみにしてた方も多いんじゃないでしょうか。今回はですね、星5のトーヤと、星5のルカちゃんがそれぞれね、メインキャラとサポートキャラで、1体ずつね、登場してまいりました。ということでね、ちょっとガチャ画面の方がね、詳細見れるんで、ちょっと移動するんですけど、じゃあまあ、今日もね、1体ずつ紹介していきましょうか。もう簡単な紹介しかできませんけど。でね、今回ね、先に言っておくと、ちょっと僕このガチャは、ちょっとスルーしようかなと、思っております。でも全然なかなか優秀なキャラなんですけど、まあ、ちょっと我慢できそうだなっていう感じなんで、今回はね、ちょっとスルーします。次回に置いておこうかなと、いった感じです。なのでちょっと今からね、新キャラの詳細だけちょっと見ていきます。じゃあまず、トーヤなんですけど、陰属性でね、来ました。で、揚力タイプと。で、ステータス見た感じね、まあ、1万5000ごと、もう星5の中でもなかなかの総合力を持っておりまして、まあ、完全にね、揚力高めの、キャラクターですね。揚力タイプと言いましても、まあ、体力防御も高めの揚力タイプもいるんですけど、もうこのトーヤに関しては完全に揚力値に、振り分けられてるキャラですね。なので、本当アタッカーです。揚力アタッカーで使っていったらいいんじゃないでしょうか。で、まあ、リーダースキルがですね、なんと陰属性の余ダメージ増加大が、つくということで、まあ、こっちがね、トーヤ連れてっても、トーヤをリーダーにすれば、まあ、攻撃タイプのね、トグロだったり、陰属性のトグロとかね、あの辺連れてっても、まあ、トグロのダメージも上がるので、まあ、結構ね、余ダメージ増加だと、陰属性チームで組んでる人は、結構トーヤリーダースキルね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、必殺技見ていくんですけど、まず上の方がね、魔敵三段者、
そうということで、まあ、これがですね、なんと敵効率に 90% の揚力ダメージプラス氷効果をね、付与率 40% ですが、まあ効果時間いったんでね、一応氷もつきな、もしかしたら付与できつつ、効率にね、ダメージを与えられるといったなかなかね、優秀な必殺技なんじゃないでしょうか。まあ、やっぱ効率ダメージといえばね、もう相手のやっぱ重要なアタッカーを、一気にね、畳みかけれるチャンスの、必殺技なので、まあ、結構使いやすいですよね。まあ、似たような必殺技だったら、魔界のお辞儀装ね、妖狐鞍馬の、あれもあるんですけど、まあ、妖狐鞍馬の場合ね、縦位置図に多いとこに、必殺技が行くので、絶対にアタッカーにね、行くかっていうのは、相手がね、うまいこと妖狐を対策してれば、結構ね、できなかったりするんですよ。まあ、ただ今回の、トウヤに関しては、まあ、そこ関係なくね、絶対後列にダメージを与えれるんで、まあ、その辺結構、使いやすいのかなと、いったイメージです。まあ、ただね、ちょっと魔界のおじぎそうとかと比べると、やっぱパーセンテージが、低いので、まあ、ダメージ量はちょっとそこまで期待できないのかなと、いった、部分ですね。まあ、だから星4のあのスザクとか、星5のスザクとか、まあ、あの辺とちょっと似たような感じなのかな。うん。向こうは揚力タイプに麻痺とかだから、まあ、スザクとかよりは全然使いやすいんじゃないかなって思ってるんですけどね、個人的には。まあ、氷付与もなかなか、うん、なればでかいですし。で、まあ、もう一つのね、必殺技がですね、これ氷結陣で合ってますかね、読み方。ちょっと漢字弱いの僕知ってる方も最近増えてきたと思うんですけど、ほんと漢字わかんなくて、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、氷結陣。なんか違う気がする。まあ、これがですね、自身を含む味方縦一列に、43% の会心率アップですね。ちょっと、萩里かなめくんの時紹介した時にね、あれは、会心ダメージ増加だったんですよね。確かね。なのでちょっと、ずっと会心率アップだと思ってたんですけど、かなめくんも。こっちがね、ちゃんとした会心率アップです。会心する可能性が、アップすると。で、効果時間が2ターンでして、で、プラスね、これも、敵前列ですね、今回は。氷効果、付与率 60% で、まあ、1ターンの間、してくれるといった感じなんで、もう完全にね、まあ、トウヤといえば氷使いですけど、ほんとそのまんまで、どの必殺技をしてもね、相手を凍らすことができるかもしれないと、まあ、なかなかちょっと面白いね、仕様のキャラかなと思います。まあ、会心率アップね、結構やっぱ、優秀ですから、もともと妖狐鞍馬とか、まあ、トグロとか、まあ、他にも、なんかいたんですけど、ちょっと今思い出せないんですけど、あと、妖属性のヒエトとか、まあ、あの辺とかと組み合わせるとね、この 43% の会心率アップつくのは、重なるとめちゃくちゃね、優秀なんで、やっぱ会心攻撃、通常攻撃も、必殺技もクリティカルでね、かなりダメージ量上がるんで、ここは使いやすいかなと思います。でですね、まあ、オートスキルちょっと見ていくんですけど、このね、引き継ぎオートスキルですね、一番上のやつが会心率アップです。なので、こう、レベル10まで上げるとですね、まあ、自身で、この氷結陣と組み合わされば、63% の会心率なんで、まあ、2分の1以上、の確率で会心攻撃してくるんで、まあ、なかなか火力も期待できるんじゃないかなと、いった感じでございます。で、まあ、まあ、氷使いなんで、まあ、自身にはちゃんと氷耐性アップを持ってると。で、オリジナルオートスキルですね。ここがですね、なんと、自身に 50% の揚力アップ、2ターン。で、敵全体に 50% の氷耐性ダウン、付与率 70% です。これも2ターン。この条件がですね、自身の体力が 50% 以下になった時ですね。で、回数制限は1回と。で、発動確率はまあ 100% ということで、これなかなかね、面白いですよね。まあ、50% の揚力アップはまあまあまあ、今まではこういうキャラいましたけど、妖属性のそれこそヒエとかも、そんな感じだったかな。あ、違うか。なんかいましたよね。自身に 50% の揚力アップ系。ちょっと今思い出せないんですけど。まあ、ただね、ちょっと自身の体力が 50% 以下になった時っていうのがちょっと使いづらいのが、まあ、ネックではあるんですが、まあ、しっかり 50% 以下になってね、耐えてくれさえすれば、結構巻き返しが面白い展開ができるキャラだと思っていて、なんとね、氷耐性ダウンがつくんですよ、50% の。まあ、なので一見ね、この魔敵が、付与率 40% って低いなって思いがちなんですけど、しっかりね、オートスキルと重なってくれれば、このね、高烈ダメージプラス 90% の確率で、高烈をね、氷付与できちゃうんですよ。まあ、なので一旦ね、相手の、動きを防げるのは、
まあ、結構最後の方の後半戦とかになってくると、かなり巻き返しが効く、きっかけになるので、まあ、結構ね逆転勝ちの投野なんじゃないですかね。これちょっとなんかちょっと使ってみたいなっていう面白いなっていう感じです。まあ、ただまあ言うてもですね、なかなか上級者向けかなといった感じです。うまいことハマらなければ、なかなかねこの揚力アップもつかないですし。うん。まあ、ちょっと面白い仕様ではあるけど、まあ、ちょっと上級者向けな気はします。全体的に見ると。はい。まあ、ざっとそんな感じかな。で、まあ、このトーヤにね、まあ、リンクキャラをつけるとすれば、あのね、陰属性のあの、今、大人気のヒエですね。あのヒエをこのトーヤにつけることによって、まあ、揚力アップがね、ウェーブ開始時から引き継げるので、まあ、もう断然一番相性いいのは今のところ陰属性の、そのヒエかなといった感じです。で、まあ、逆にね、陰属性のヒエにこのトーヤをリンクキャラにつけたら回心率アップを、引き継げさせることができるので、まあ、結構そのリンクキャラとしてもなかなか使い勝手もいいのでね、まあ、長い目見ても、まあ、育ってて、損はないかなといった感じだと思います。はい。っていうことでですね、続きましてこちらね、ルカちゃん。ルカちゃんはね、なんとまあ陰属性ですね、同じ。で、なんと攻撃タイプでやってまいりました。もう個人的にね、ちょっと防御タイプだと予想してたんですけど、意外と攻撃タイプできたかっていう感じですね。で、まあ、総合力見ていくと、まあ、ステータスですね。まあ、完全に攻撃値がかなり高いサポートかなといったイメージです。で、まあ、サポートスキルですね、肝心な。これがなんと、星5で来ました。揚力ダメージ耐性アップですよ。装備下に 43% の揚力ダメージ耐性アップ。2ターンの間ですね。で、発動条件がなんとウェーブ開始時からなんで、めちゃくちゃ優秀。で、発動確率も 100% で、まあ、無制限といった感じでございまして。まあ、これね、やっぱ一番ちょっと比べちゃうのが、まあ僕も何度か動画でもお見せしてると思うし、まあ最近でも全然使う時あるんですけど、こちらのね、星3プーちゃん、覚えてますかみんな。こちらのもう強化版っていう感じな気がします。このプーちゃんの方が、まあ揚力ダメージ耐性アップのこのパーセンテージはやっぱ高いんで優秀なんですが、まあただ発動条件がね、これ、それこそ体力が 50% 以下にならないと、発動してくれないんで、やっぱどうしてもね、盾役にしかちょっと使いづらかった部分があるんですよ。攻撃タイプをなるべくね、活かすために、このプーちゃんをつけてね、相手が揚力アタッカーだろうが、まあ、ちょっと耐性アップつけたいと思って、まあ、アタッカーにつけたくても、ちょっと使いづらかったんですよ。まあ、ただ、まあ、今回のね、その、ルカちゃんに関しては、全然前列の壁につけてもまあもちろんいいですし、もう攻撃に特化してるので、まあそれこそ攻撃アタッカーにね、つけてもなかなか活躍してくれるんじゃないかなと思います。まあ一番多分相性いいのは、それこそね、トグロ系ですよね、100% トグロ。まあどっちも相性いいと思うんですけど、まあカラスとかでもいいと思うんですけどね、この辺の。まあ、この辺とかにつけておくとですね、まあ、妖国ラマですよね。相手に妖国ラマがいれば、結構魔界のお辞儀装で、弱点属性でもあるので、一気に畳みかけられたりするんですが、まあ、そのルカちゃんをつけておくことによって、結構死ににくくなるので、まあ、結構アタッカーがね、すぐ死んじゃって困ってるっていう人は、まあ、そのルカちゃんをね、その攻撃アタッカー限定ではありますけど、それにつけておくと、まあ、結構生き延びやすくなるっていう使い方も、できるんじゃないかなと、思います。まあ、あとはね、もう壁役の、まあ、クラマとか、新限界とかね。まあ、それこそ、まあ、チューとか、まあ、リンクとか、まあ、なんでもいいんですけど、まあ、壁役に、まあ、そもそもつけておいてですね、まあ、その、爆肉抗体とか、それこそ守護とか、まあ、その辺とかと、その、ルカちゃんのサポートが組み合わさるとね、もうほぼほぼ、相手の揚力あったからのダメージ食らわなくなるので、まあ、結構ね、ルカちゃんは僕は個人的にめちゃくちゃ推しますね。今でもやっぱプーちゃん使ってますから、やっぱプーちゃんよりも断然このルカちゃんの方が使い勝手いいと思うので、ステータスもね、絶対育てば強いんで、いや、かなり使えると思うんでね、これから暗黒武術界でも、厄介な存在になると思いますよ。まあ、それこそ本当妖国ラマーを連れてる方多いし、妖族、陰属性のね、ヒエ、どこだ？これね、これ使ってる方多いので、まあ、これ対策にはね、ほんと持ってこいかなと思うので、まあ、なかなか、今まで揚力アタッカーでね、
ガツガツ攻めてた人もちょっと苦戦する機会がもしかしたらルカちゃんによってね増えるかもしれません。ということでですね、まあ、ざっと、まあ、そんな感じでねちょっと軽く今回新キャラの紹介させていただきました。ということでね、まあ、ちょっと今回ね僕はちょっとこのガチャスルーしますけど、まあ、優勝ガチャね1日1回の優勝ガチャはちょっと引いていこうと思うので、まあ、今日の分ちょっとまだ引いてないんでね、これ引いて今日はじゃあ最後終わりたいと思います。いや森だね、いや多分来ないな。あーでもね今日多分朝ツイートしたと思うんですけど、朝のね優勝ガチャでルカちゃん、ルカちゃんじゃない、ジュリちゃんがね当たりましたね。 F ランクになったんでね、めっちゃちょっと朝からテンション高かったんですけど、はい、ということでですね、まあ、今日の動画は以上となります。まあね、このガチャ、まあ、結構トーヤ好きな人とか、まあ、ルカちゃん好きな人とかね、狙ってる人も絶対いっぱいいると思うんで、またよかったらね、ガチャ結果の報告とかも全然コメントで、してもらえたら、もう全然自慢してもらってもいいし、まあ、爆死したっていうね、ちょっと愚痴でもいいですし、皆さんのね、そういう心境、うん、近況報告、楽しみにしてるので、またよかったらね、コメント書いてもらえたらなと思います。ということで、改めましてね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。